どうも皆さんこんにちは。今日は2023年の4月の13日木曜日ですね。天気は、ご覧の通り快晴でございますね。今日はちょっと撮っていたら近鉄のですね、回送電車ですね、富吉まで行くね、朝急行に使われた3プラス3のね、この編成がちょっと迷いを持っていました。いつものことなんですけどね。今日の編成ね、2両編成ということになっております。南紀号は、2号、3号、それがですね、3両編成でございます。オール2両ではございませんね。さあ車両庫を見ていきましょう。車両庫こちら85120983001、大阪日高203ということですね。探偵部付近からちょっとこれがいなくなってましたというところもありまして、どうなっていくんでしょうか。ガラーンとしておりますね。キハ85系が全然見当たりません。向こうはキハ75系ですね。さあ、この辺りからですね登場するんですが、臨時特別急行飛騨81号高山行きの編成、それから向こう側に見えるのはですね、臨時特別急行飛騨83号高山行きの編成です。どちらも番号すべて拾ってありますので、ご確認をください。これでようやく前方が分かりましたと。いやー本当ですね、前日になってね、全部分かりました。本当良かったかなと思っております。今日はですね、飛騨、これは2号ですね、2号のは D3 編成ですけれども、飛騨7号が8両編成という形でね運行されております。多分飛騨1号が4両編成基本編成なので、その増結車両を飛騨7号にくっつけたんじゃないかなという予想をしております。はい、そんなところでいくとですね、増結の D101 から105すべて使っている、そんな状況でございますね。あとはこの D0 編成が1編成余っているので、それがまた飛騨1号のですね増結に使われるんじゃないかというところでございます。到着したすぐにですね飛騨5号が出発していきました。 D2 編成、それから D105 編成ですね。でこの辺り、増結については変わっておりません。 D05 が使われております。もう今日からですね飛騨7号ですね、この後出発飛騨7号も増結ということで、8両編成ですね。さあ、南紀2号でございます。南紀2号、昨日の南紀1号で、7号時点でも3両だったので、今日の南紀2号、南紀3号については3両編成ということになっております。さあ明日はこれがまた南紀4号、5号、8号となるので、まあその時にね、まあ、何か団体さんがいらっしゃったのかちょっと分かりませんね。はい、昨日の南紀1号と同じでございますね。中間車1206でございますね。はい、本来は2号車については指定席禁煙という形になっておりますね。グリーンがちょっと、数字に書いております。はい、こちら204ということでございます。こちらも同じく指定席禁煙ですね。さあ今日はこの 118M については C8 編成ですね。315系が入ってきます。向こうのですね青波線についても08編成ということでね、レゴランド仕様ということでございますね。動画はねこれで終了ですね。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。まあとにかく、臨時特急のですね前方が分かって、まあ、スッキリしたのは良かったかなというふうにちょっと安心しております。はい、またですね撮れる時に撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。それではまた会いましょう。さよなら。